世界に次ぐは1941年にドイツで制作された電気映画。監督はハンス・シュタイン・ホフ。第二次防波戦争を題材にした作品であり、イギリスが防波人に対し残虐行為をしたとして宣伝する一種の国作映画として制作された。劇中では南アフリカの政治家ポール・クリューガーの生涯とトランスバール共和国の崩壊を描いている。 19世紀後期、英領ケープ植民地から北へ移住した、ボーア人たちは、トランスバール共和国を建国し、平和な日々を過ごしていた。トランスバール領内に、世界最大の金鉱脈が発見されると、イギリスの政治家、セシル・ローズは、トランスバール侵略を拡策。戦況の名目で、黒人たちを焚き付け暴力を企てるも、トランスバール共和国大統領、 ポール・クリューガーは異変に気づく。ローズとジョゼフ・チェンバレンは、ビクトリア女王に海戦を促すが、女王は、戦争より友好条約を結んで、金の採掘権を得る方が得策と考え、クリューガーをロンドンへ招く。クリューガーは、自国の利益のため採掘に重税を課し、潜媒権をトランスバール側が握る条件で条約に応じる。納得できないローズは、クリューガーに面会し、 買収を目論むが失敗。イギリスの露骨なくわてに、防和人たちは激怒し、第二次防ア戦争が勃発する。トランスバール軍は、遊撃戦で、イギリス軍に抵抗し、連戦戦勝を続ける。苦戦に悩むイギリスは、保冷所ハーバーとキッチナーを、最高指揮官に任命し、正規戦から民家や農場を焼き払う、衝動戦術に切り替える。 多数のボーア人女性や子供が強制収容所へ監禁され、相次ぐ秘宝に、クリューガーは視力を失い始める。クリューガーの息子やんは、イギリス留学経験がある、反戦主義者だったが、妻ペトラがイギリス文化士官に襲われたのをきっかけに抵抗を、決意し、欧州諸国に働きかけるようクリューガーを説得する。クリューガーは、欧州諸国へ渡るが、援助を得られず、 失意の中失明する。ヤンは捕らえられた妻ペトラに会うため収容所へ忍び込むが、イギリス軍に捕らえられてしまう。イギリス軍は見せしめで、ヤンを講首台の上に立たせる。ヤンは処刑の直前に空を見上げると、イギリスに呪いあれ。と叫び、壮絶な最期を遂げる。ペトラも同時に、イギリスに呪いあれ。と叫び、逆上したイギリス軍将校に射殺される。 イギリス軍は反発する、防ア人の女性たちに銃を向けると大量虐殺を開始し、トランスバールの大地は、墓標で埋め尽くされるのであった。ありがとうございます。